大カオル村2010代カオル村は中国新鮮市、竜見影区、布基地街道の地名。国内需要のほか輸出用の油絵の卸売りを行う地域として知られる。特に複製画では世界市場の6割のシェアを占め、大カオル油絵村とも呼ばれる観光地でもある。1980年代の終わり頃、香港の画商である皇后が起こした。彼は元は 香港で複製画製造、販売を行っていたが、コストの高騰によりこの地に職人たちと共に移転した。人口は当初200人だったが、2013年現在では美術工芸を通じて1万人を超える人口を要する。もともと農村だったところであり、名称こそ村であるが、近年の新鮮のスプロール現象に取り込まれて、田畑はなくなり、 市街地の一角となっている。1990年代、中国が高度成長する過程で、絵画需要は高まった。大香オ村で作られた西洋油絵のコピー作品は、こうした需要を埋めるように爆発的な売れ行きを見せた。初期の大香オ村の作品は、コピーに徹していたため、数人の職人が工場の流れ作業のように絵画を仕上げる、量産体制が確立されていた。 主要販売先の一つには、ゴッホの出身地であるオランダがある。ゴッホ美術館の近くにある、土産物店には、大イカオル村さんのゴッホの複製品が多数、並び観光客相手に売られている。一方、著作権が切れていない、近代画家のコピー作品は、国際問題となることもあったが、逆に特定の画家によるオリジナルの絵画を作る、きっかけともなり、地域の成長を加速させた。 現在は地元当局による著作権侵害や乱作を予防するためのパトロールが行われている。また、複製画産業がコストの安い場所に持って行かれた時を見据えて価格交渉権を持てるオリジナル作品の大量制作も試みられている。この場所は新鮮で画家を目指す者の登の竜門となっている。複製画のみを手掛ける絵描きは画工と呼ばれており、画家と呼ばれるには 新選手の公募展に3回入選する必要がある。新選手は画家を優遇する政策をとっており、画家になると村内にある画家専用の住居に周辺の賃料の1、3の値段で住めるなどの恩恵を受けられる。ホワイ I ットウ to to sauce a ア l your art Iris to c 22マーチ2016オスノスエヴァンチャイニーズビレッジュペインツバイインクレディブルナンバーズ シカゴトリビューン、ゴッホの複製画の一大拠点、中国に存在する、油絵村の実態。ウエッジリポート、2018年11月11日、閲覧。地球、一番2013年11月28日、放送分。ありがとうございます。